曜日以降、最高気温は平年並みか高めとなりそうです。以上、お天気をお伝えしました。時刻は7時5分。続いて特集です。新型コロナウイルスの感染状況が改善され、今月11日から成田空港での水際対策が緩和されるなど、国際的な人の往来が少しずつ戻ってきています。はい、柏市では先月25日から今月2日にかけて、柏市花の井にある吉田記念テニス研修センターで国際大会が行われましたので、そちらの模様をご覧ください。柏市で毎年開催されている国際テニス大会、柏国際オープンテニストーナメント。世界を目指すプロテニスプレーヤーにとって登竜門となっているこの大会ですが、直近2回はコロナ禍のため中止となってしまい、今回3年ぶりに実施されることになりました。テニスの国際大会としては今シーズン千葉県唯一の開催となっています。経験を積み重ねたい方にとってはもうようやくです。やっぱり選手が喜んでますよね。日本で試合がやるっていうのはすごく大きいんで、そういう意味では海外試合が再開できたっていうのは本当に選手にとって、あるいはテニスの協会にとってすごい良かったなと思ってますけれども。柏国際オープンテニスの会場では、テニスの試合以外にも各種イベントが行われています。最終日となる10月2日にはハンバーガーやかき氷などを提供するキッチンカーが出店。さらに特設ステージではバンド演奏などが披露されました。いいですね、スポーツと音楽合いますもんね。今とても美味しくて、まあ、こういうイベントがあっていいと思います。ダンスとか面白くて音楽も面白かったです。そんなにテニス興味なかったんですけど、来てみてやってるの少し見てると、あ、なんか楽しそうだなっていう風に感じました。地域の皆さんから本当親しまれる大会でやろうかと思っておりまして、本日 の表彰式の前には、市立柏高等学校 のダンス部 の生徒さんにダンスを披露していただくなど、地域の皆さんでこの大会を盛り上げようとして一丸となっているということは大変嬉しく思っております。今回見事男子シングルスで優勝したのは、野田市を拠点に活動しているプロテニスプレーヤー川上凛平選手。柏国際オープンテニスには17歳の時から出場していまして、今回が初優勝となりました。努力が実りました、6年出場されたということですね。いやもうすごく嬉しいですね。もう本当にずっとここ3年間コロナの影響で大会がなかったんで、こうやって地元で、あとはたくさん応援してくれる人がこう会場まで来てくださって、でその中で試合できるってことは本当にめったにないことなので、本当になんか嬉しい気持ち半分緊張感なのでなんか戦ってたって感じです。今大会で世界ランキングが400位台に乗るんですけど、これから300位台に乗れるように大会を回り続けて、でなんとかグランドスラムの予選にかかれるように、もう大会に出続けて勝ち続けたいと思います。なお男子ダブルスの部では松井俊秀、上杉海斗ペアが優勝しました。優勝おめでとうございます。柏出身ということでですね、どうしても柏の大会では、優勝したいなと思ってたので、できてよかったです。そして大会も、まあ、盛り上がって、最高な、結果となりました、引き続き応援の方よろしくお願いします。はい、どうですか。やっぱりね、国際大会が日本で、そして千葉で行われることが嬉しいですし、そしてね、地元の方たちが活躍してくれるのも本当に嬉しいことですよね。そうですよね、で、まあ、登竜門と言われている大会ですからね、こう経験積みたい選手たちにとってもね、もう非常に大事なところだと思いますし、どんどんこう世界に羽ばたいていく選手がね、増えていってほしいですよね。
そして吉田記念テニス研修センターでは今月21日にも車いすテニス選手、それからジュニア、プロ選手が団体戦を行う WJP というイベントが行われるそうです。こちらもご紹介しますので、ぜひ皆さんチェックしてください。以上、特集でした。お知らせの後はこちらのコーナー、千葉日報の気になる記事を紹介する朝刊早読みです。